そうだったんですね。初耳です。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も良い運勢なのは魚座のあなたです。その場のノリで決めた選択が大正解。予定していたプランも柔軟に変更してください。ラッキーパーソンはよく笑う人です。3位の蟹座の人は友人との協力でいい結果が。忙しくても必ず相談しましょう。6位のお牛座の人は心身を整えてパワー回復。好きなアロマや入浴剤を使ってみてください。続いて9位の獅子座の人は高望みしすぎると失敗。ハードルを下げて再挑戦しましょう。そして今日最も悪い運勢の人は、ごめんなさい、手座のあなたです。素直になれず親友と言い争いに発展。落ち着くために一人の時間を作ってください。でも大丈夫。そんな射手座の月を回復させるラッキーメニューはクリームシチューです。